こんにちは、岸田総理。広島県から選出された総理大臣、岸田総理。真面目そうな、本当にザ・ジャパニーズみたいなね。そんな岸田総理が打ち出したのは、所得倍増、分厚い中間層、いや期待しましたよ。で、その本領発揮。はい。所得倍増のその中身は、30円の賃上げでドヤ顔しかし、 物価高騰などの煽りを受けて実質賃金2.6%減。これは何だこれはニュースが出てますよ。基本給と残業代などを合わせた給与総額は労働者一人当たり平均で1%増の275,888円。正社員が1.9%増の357,332円だったのに対し、パート労働者などは1.5%増の95,566円だった。 一方で消費者物価指数は4.4%上昇と物の値段が上がっており賃金上昇が全然追いついていない。実は10月から新しい最低賃金が適用されています。2022年度の最低賃金は都道府県ごとに30円または31円引き上げ。全国平均で時給961円31円の引き上げは過去最大となる見通しでございます。いやね、岸田総理、保育士さんとか介護士さんの 給料上げますとか言って年間で9000円。その結果どんな悲惨な事件が起きましたかね。そしてですね、所得倍増計画 ?30 円っていうのがなんかこの岸田総理の中での倍増だったんですかね。倍っていうと1が2、2が4、4が8っていう風に連想するんですけども、なんと岸田総理の場合は、所得倍増、なんと倍率ドン、篠沢教授、1倍。いや、篠沢教授よりひどいですよ。 篠沢教授はね、30倍とかよく出てたでしょ原平さんは6倍とかね、4倍とかね、ちっちゃいかったのに、さらに倍とか言ってもね、岸田総理。1倍はどこまで倍しても1倍ですよ。いや、困ったもんですね。何を考えてるんでしょうが。天皇陛下万歳。